じゃあ一緒に亮君と咲君を連れ戻そう。って言ってもどっちに行けばいいのか。なあ、誰か近づいてきたぜ。すまないが、そこの君たち確かキャンプの参加者だよな。俺はここら辺に住んでるもので、今妹を探しているんだが。妹さんを？ああ、あいついつもフラフラと勝手に出歩く癖があってな。妹は、なんていうか、小動物っぽいやつだ。そんな女の子見なかったな。サキたちと一緒にいたミウってことはイメージがだいぶ違うしな。ミウ、今ミウって言ったか。おう言ったけど。ミウちゃんってあの子よね。猫耳みたいな帽子をかぶった小学生くらいの。ああそうだ、あったのか。俺たちが見た子はもっと頭のおかしい子だったよな。ちょっとミノルくん失礼よ。いやでもあれを人見知りとか守ってあげたいとかは違うだろう。お前らの評価なんてどうでもいい。それでミュウはどこに行ったんだ。ごめんなさい、実は私たちも人を探していると。俺たちと一緒にキャンプに来てるやつとさっき神社に向かってってさ。それで俺たちはそいつらを連れ帰りに向かうところなんだ。そうか、またあいつが勝手に。あそこには入っちゃいけないって言われてたのに。俺はカイト、よかったら君たちと同行させてくれないか。目的は一緒のようだしな、いいぜ。それに神社の場所、実は俺たちよく知らないんだ。ああ、だったら俺が道案内しよう。ここで生まれ育ったわけじゃないにせよ、もう何年か住んでるからな。その神社の場所なら知っている。任せてくれ。俺はミノル、そんでこっちがタクマで。僕は引率の修士。よろしく頼むよカイト君。Thank you.
なあみんな、今決まってるだろ。今が春じゃなきゃいつが春だって言うんだよ。ならさ、北国でもないこの場所で春先に雪が降るものなのかな。何を言って。え、本当だわ、雪。季節外れのなんていうにはちょっと外れすぎだと思うんだよな。確かに。こっちじゃ先週も降ってたな。地元じゃ異常気象だって話してた。最近あちこちでそんなニュースを見かけるよな。おい、なんかすげえ吹雪いてきたんだけど。寒い。このままここにいては危険だな。僕が見てくるから、みんなは先に帰ってもらえないか。それより、すぐそこのトンネルに入りませんか。これじゃ校舎に帰り着く前にどうにかなっちゃうかも。確かにそうね。室内じゃないけど、こんな場所よりはずっとマシ。それもそうだな。よし、みんな、とりあえずトンネルに避難しよう。さきたち、こんなとこ通って行ったのか。このトンネル、今も使われてるの？少なくとも俺がこっちに来てから長いこと人の手が入らなかった場所だぜ。野犬とかイノシシとかマジの獣だって出るかもな。あいつらそんなとこに。ミユのやつが一緒だったなら気にせず進んだろうな。あいつは慣れてるから。暗くて足元も悪いから慎重に進もう。本当に真っ暗だな。ほとんど前でもこういうのなんか探検みたいでワクワクしてこない。こら、遊びじゃないんだぞ。でも確かにこれじゃ危ないな。そうだ、カメラのライトを使えば。うわ、怖え。やめてよミノルくん。いきなり大声出すなよ。こっちまで驚いたじゃないか。ごめん。でもこんなの見たらさ。これはしめ縄か。こんなところにどうして。もしかしたらここは神聖な場所。そういえばさっきあそこには入っちゃいけないって言われてたと言っていた。ああ、この村じゃたたりがあるとかって。子供たちが遊び。何、トンネルの入り口から風が。うわ、やばいな。外はだいぶ吹雪いてきたみたいだ。そんなに危ないんじゃないか。急いで神社に行って連れ戻す。そうだね、急ごう。あれ、吹雪は？そんなに長いトンネルじゃないのに。
どういうことかしら。ラッキー、すっかり呼んでるじゃん。というよりトンネルのこちら側は全然降ってなかったって様子よね。それにこの花なんかすごくない？森一面真っ赤だ。なんだっけ、図鑑で見たことある気が。これって彼岸花よね、確か。そうだそうだ、それだ。でも彼岸花って確か春じゃなくて。そう、秋に咲く花。一体どういうこと？おい、急ごう。すぐにここも雪が降ってくるはずだ。とにかく神社へ行こう。うん、そうだね。案内をよろしく頼む。この辺りに咲たちはいないようだな。神社はこの奥か。こんな森の中に神社なんてさ、参拝客とかって来るのかな。まさか。むしろ絶対に近づくなって強く言われてるぜ。おかしいわね、サキさんたちの姿どこにもないわ。さっき人影は見えたんだけどな。どこ行ったんだろう。
ちょっとこの辺りみんなで探してみようか。見た目は普通の神社っぽいけど、なんかすごい雰囲気のある神社だな。やっぱあれだぜ、きっとおっかねえ邪神像でも中に祀ってあるんだぜ。邪神かどうかはわからないけど、何か祀ってあるのは普通じゃないわね。なんだろう、動物？鳥？それか爬虫類？ちょっと判別がつかないけど、いろんな動物の模様があちこちに見えるわ。おお、なんだこれ、狛犬？いや、犬か。確かに見たことねえもんばっかだ。すげえ。こら、ミノルくん、今は写真なんか撮っている場合じゃないだろう。でもさ、ミノル、こっちにも変なのがあるぞ。え、どれどれ。あ、タクマくんまで。もう、ほっとけ、俺たちだけでも探そう。ほら、さっさと行くぞ、早く見つけ。ああ、ごめん。それじゃあ行こう。変わった御神体なんてそりゃ日本中にあるけどさ、タコを祀ったのとか曲がった巨木とか、あと割とポピュラーなのでエッチな形のを祀ったやつとかさ。そういう話はやめないか、女の子もいるんだぞ。もうミノルくんってば。それにしてもここって今回の課外学習の伝承にまつわる場所なのかしら。伝承？さっき話した通り、ここには足を踏み入れるなって言われてるし、あまり詳しいことは知らない。ただ地元ではここじゃ神隠しが起きるなんて話もあるぜ。そうなの？怖い話ね。今の音、聞いたことのない音だったぞ。風で木か何かがきしんだ音だろ。そんなことより早く探すぞ。みんなあまり離れないように。
なんだこれ。結構大きいな。すごい。これは遺跡？なあ、これが何か知ってる？いや、こんなものがあるなんて聞いたこともない。神社のすぐ裏だし、いくら禁足地とはいえ、誰かから話の一つでもおかしくないはずだが。ミユのやつ、もしかしてこの中に入ったのか。いくらなんでもこんなところに女の子が入ったりは。いや、あいつのことだ。きっとこの中に入ったんだろう。それに先だって入っちゃいそうじゃない？面白そうとか言って。確かに。ミュウ。あ、だから勝手なことは。待て、カイト。一人で行くな。もたもたしてられっか。ミユに何かあったらどうすんだ。しょうがない。僕らも行こう。おーい、サキ、リョウ。いたら返事をして。いたいた。あ、どうした？急いで行くから心配したわ。ああ、すまない。あれは。壁一面に絵が。ああ、すげえな。なんつうか、圧倒されちまうな。ええ、なんというか、とても神聖な感じがするわ。そんなにあっけに取られてるんじゃねえよ。俺らの目的は違うだろう。ああ、そうだったそうだった。ごめんな、つい。見た感じそんなに広くないけど、もしかして
ここより奥まで続いてる通路とかがだとしたら僕たちだけじゃ危ないかも。ああ確かに二重遭難の危険もあるし、あんま深くまで行かない方がいいかもな。うん、同感だ。ここは一度学校に戻って。ちっ、何悠長なこと言ってやがる。それなら俺だけでも行くからな。君たちは。あ、どうも、はじめまして。誰？そう。君たち、ここは入ったらダメな場所だぞ。何をしているんだ？あ、その、僕たちは。そういうあんたこそ、こんなとこで何してんだ？ん？ああ、心配しないでくれ。怪しいものじゃない。私はこの地域に伝わる獣神信仰を研究しているものだ。この祠は獣神信仰にゆかりのある場所でね、許可を得て調査をしていたところだったんだよ。研究…調査？もしかして…ああ、専攻は日本古代史で、この近くの大学で日本史学研究の教鞭を取らせてもらっている。じゃあ教授さんなんですか？私なぞ学会では異端視されていてね。いや、君たちにこぼすような話でもないか。それで君たちはこんなところに何をしに来たんだい？ああ、それなんですが。俺は他んとこ探してくるわ。あ、こら！修二さん、とりあえず好きにやらせときましょう。
なんだなんだ？あ、この子、ミュウちゃんじゃな。どうしたんだ？何があったの？なんか変なのにいきなり出くわして、逃げて。あ、サキちゃん置いてきちゃった。今の声、サキ、そうと。さっきの神社の方だ。おい、なんだこの霧。確かにさっきまではこんなじゃなかったのに。これうかつに飛び出したら俺たちまで本当に迷子になっちまうぞ。それよりサキさんは、さっきの悲鳴って、何？何かに襲われてるの？痴漢とか？こんな山の中にいるわけないでしょ。イノシシか何か？うん、なんかうごめいてるぞ。おい、なんか今光らなかった？さあ、声のする方に行ってみましょう。見間違いじゃないのか？この霧でよく見えないよ。それにしてもなんだこの霧。私も気になるけど、今はサキさんの悲鳴が先よ。ああ。おい、サキ、よう、大丈夫？待って、なんだあれ、石材。違う。なんだって、そんな。またあの音だ。この変なやつ。こっち来んな。あれは何なの？おい、どうした？さっき悲鳴が聞こえたが。ミエ、いたのか。え、お兄ちゃんがなんで？待ってて、サキさん、今助けるから。あ、葵ちゃんなの？待って、こっち。早く助けろよ。変なのがこっちに。どうします？来ちゃダメって言われても放っておけるわけないでしょ。まずは話しかけてみよう。
そうだよ、子供が何かかぶってふざけてるんだろ。待てよ修二さん、子供の体重でそんなに足が地面にめり込むわけねえだろ。シュウジさん、危ない。タクマくん、なんだこいつ。大丈夫か。あ、すまない、君に救われた。危ねえ、逃げるぞ。あんなのに突進されてよく怪我しないで済んだな。そうだ。大丈夫か、タクマ。ごめんなさい、私のせいで。おい。やべえぞ、それに霧も濃くなってきた。みんな、みんな気をつけるんだ、むやみに動いたら危ない。うわあ、シュウジさん、どうしました。
ちょ、ここ神社の下なのか。そうだ、みんな無事なのか。頭が